ちょっと恥ずかしいんです、まあ、ちょっとこういうふうに座ってね、今日は当たらせてもらうんですけども、貝塚市はね、私、長年住んでいたところで、ふるさとっていう場所なんで、そういうところでね、歌を歌わせてもらったことがすごく幸せでね、今回3回目ですね、オッチさんについて、ついてきて、3回目歌わせてもらって、すごく楽しみにしてましてね、今日は無理やり退院してきて、歌うために、まだ松葉杖ちょっと慣れてないんですけど、ほんのゆるしくてすみませんけども、よろしくお願いいたします。大変有名になった古い曲で時代から歌いたいと思います。生まれ変わる。
次の曲はですね、研ナオコさんへの提供曲の窓ガラスという曲で、中島みゆきさんは CD 出してないんですけども、東京の方で夜会という音楽会がありましてね、そこで、1990年ぐらいだからちょっと、昔の話なんですけど、みゆきさんが12弦ギターを弾きながら歌ってるのを、DVD で見てすごく感動して、歌いたいなと思ってたら、うちさんね、12弦ギターなんですね。で、今チューニングしてはるんですけど、ちょっと時間かかるんですね、12弦は。まあ、それ冗談なんですけど、一緒みたいですが、6弦は12弦、ね、そういう感じで、まあ、窓ガラスね、まあ、やらせてもらえたということで、本当に、まあ、ちょっと、私もね、まあ、何回も歌ってるんですけど、まだまだちょっとね、うまく歌えないので、まあ、みゆきさんになったつもりで、天の音さんもいいんですけどね、やっぱりみゆきさんの音が素晴らしいと思いますね。よろしいでしょうか。そうするうちに最後の曲になりましたね。
3週間入院してたら、ちょっとあんまり歌えなくてね、今日どうなるかってちょっと不安やったんですけど、なんとなく皆さんのお力のおかげで歌わせてもらいました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。そしたら、私のふるさと貝塚市、施設の駅にもちょくちょく歌っておりましたけど、ホームリテという、ゆきさんの曲をお送りしたいと思います。どうもありがとうございました。Breathe in.